聖母大聖堂はベルギーのアントウェルペンにあるローマカトリック教会の教会。アントウェルペンを含む現在のベルギー北部はフラマン語圏である。しかしながら歴史的にフランス語が公用語として用いられた経緯からノートルダム大聖堂が用いられることも多い。そのため日本語文献でも聖母大聖堂、ノートルダム大聖堂あるいは地名を関して アントワープ大聖堂等の表記の揺れがある。本項目では、フランダース政府観光局が日本語訳の聖母大聖堂を採用していることから、以下、聖母大聖堂表記を原則として記述する。各言語での表記は以下の通りで、いずれも我らが貴婦人の聖堂すなわち聖母マリアに剣道されたことを意味する。世界遺産、ベルギーとフランスの首脳軍を構成する。 建築物の一つ、アントウェル・ペン市内では、視聴者と共に登録されている。ピーテル・パウル・ルーベンスによる、効果を題材にした三連祭団画で知られる。さらに、日本では、同名小説を原作としたアニメーション作品、フランダースの犬により、主人公の少年が干渉を熱望した絵画及び、教会として有名になった。大聖堂建設に携わった、建築家。 ペーター・アッペルマンの功績を称える記念像が第二の塔のもとに設置されている。12世紀の聖堂を前進とし、1352年にゴシック様式で建設が開始された。ジャン・アッペルマンとペーター・アッペルマン夫死により、徐々に建設が進んだ後、1472年から1500年に、カケ・ヘルマン・デワーゲマーケレの設計により2つの速廊が完成した。 ヘルマンの息子、ドミーンがアントウェルペンの経済発展を背景に建築を一挙に進めた。1518年に完成した戦闘は123メートルあり、ブルッヘの聖母教会の122メートルを超え、ネーデルラントにおける最も高い建築物となった。1521年に南島を除き完成した。神聖ローマ皇帝カール五世は、1521年に 戦闘を見て一つの王国に値すると称賛した。アントウェルペンの発展を象徴する建築物として絵画の背景にも描かれた。1533年に火災により被害を受けた。1559年にアントウェルペン教区の設立により死教座制度となる。しかし、1566年には五位戦の製造破壊運動により美術品が破壊された。 17世紀初頭、ピーテル・パウル・ルーベンスがアントウェルペンに戻ると、アルブレヒト大公とイザベラ大公妃の宮廷画家となり、多数の祭壇画を制作した。本聖堂に収められた、キリストの昇る画、そして、キリストの降下や、聖母飛翔典が、この時期の作品である。1801年のコンコルダートにより、司教区が再編され、司教座を失った。1961年に、 アントウェルペン司教区が再設立されたことを受け、再び司教座制度となった。1872年に英国出身の女性作家、ウィーダがフランダースの犬を出版した。作中には、本聖堂とルーベンス作品がモチーフとして登場する。2003年になって聖堂前に記念碑が建てられ、さらに2017年に新たな記念碑が建立されている。 以下のルーベンス作品のほか、美術家、ヤンファーブルによる彫刻作品、十字架を持つ男なども置かれている。大聖堂のそばにある古い広場には、ルーベンス像が設置されている。ありがとうございます。